でこの令和5年の予算が、はいえー、3億6000万円でそれが、えー、397億円というね110倍に、うんはい、修正予算で直したということは想定のね100倍を超える健康被害がね、うん、出てるっていうことをおかしいでしょっていうことをね重大な懸念は認められないとね専門家の先生が言ってるからね大丈夫だよとじゃ審議会について僕もツッコミ入れたくなるんでね、はい、審議会の、うん 委員の皆さんって製薬会社からお金もらっている方はいらっしゃるんじゃないですか何名ぐらいいるんですかって聞いたら14年間国会議員の秘書を務められて現在は YouTube チャンネル「日本の人口増加を目指す男藤江です」を運営されております 藤江正道さんですすすどうぞよよろろししししくくおお願願いいたします、はいたまま突然なんですが藤江さんに少しお聞きしたいんですが私、えー、藤江さんフォローさせていただいて SNS チェックさせていただいてるんですが,がす厚生労働大臣のところに記者の会見にですね、うんえー、行ってご、はい、質問をされてる動画を拝見するんですが、はい、一体いつくらいからされてるんですかあ、はい、初めて行ったのは まあ1年ぐらい前ですね2023年の9月からですかねもう1年ぐらいになるんですね行き始めて。えー、あれってどういう頻度で記者会見行われてるんですかで基本的には、まあ、どこの大臣もね、はい、あのそうだと思うんですけど火曜日と金曜日に、うんまあ、閣議ってね、はい、あの総理大臣はじめとして閣僚の方の会議ありますけども厚生労働省の場合ねその閣議後の 記者会見ということで火曜日と金曜日大体午前中やってるのに参加できるときはしてるっていう感じですね、はい、だから週2回基本的にはこの会見自体はあるという状況ですよ。うん、ただややこしいのはですね、うん、え僕もなるべく行きたいと思うんですけど国会開会中はですね、はい、まあ基本的には1月から6月までってねあの通常国会がやって 半年やっています、うんまあ、789はあんまりなくてですね10月以降あるっていうのが基本パターンですけれどもこの国会開会中は、うん、厚生労働省の中である記者会見もあれば国会側で記者会見やるっていうパターンもあって、うんはい、国会側でやるとフリー記者である僕たちはね入れないっていう状況で。うんうん 別に僕を嫌ってっていうわけじゃないとは思うけどやたら今年は国会側でやる機会がね本当に10回ぐらい続いた時ありましたけどなんか行けなかったっていう、ね、SNS が、えー、たくさんありましたもんね。はい、だから、基本週2回あるんですけれども、はい、そういう国会の日程だったりで、うん、え毎回参加できるわけではないという状況ですね、うん、で厚労省でやる時は基本的にはほぼほぼ参加しているかなとてうところですけれども。 僕は手を挙げてるのにね質問できなかった時にね、はい、藤井さんまたって言いながらね帰、はい、っていられました,たけどはい <laughs>、うん、あ,であと参加できたからといって質問できるとは限らないのでああの大手のメディアの記者さんから優先的に発言されてるでしょうからうその中で、まあ、厚生労働省でやる時はなるべくしたいなと思ってそれでもね 足を運んでますけどなんか最近質問して帰ってきた返答でこんなんだったよっていうのを少しシェアしていただければそうですね皆さんに伝えたいっていう点で申し上げるとねこれかなと思うんですけど僕は女性の月経不順とかね不正出血ああの新型コロナーのね話ですけれども明らかにねおかしいなことが起きていて、うん、これまで厚生労働省はコロナのを打って 不正出血が起こるっていうのはもうデマだっていうふうにそのご丁寧に誤情報リストみたいなのをね厚労省が作って売って不正出血デマだっていう位置づけにしてきたのにその誤情報リストを更新しましてね去年の年末だったと思うんですけど稀にききますすみたたいにね変えてきたんですよ誤 <laughs> 情報だったのに。情報だったのにね じゃあそれまでがご情報じゃないかも <laughs>、うん、短い期間でね「うん、正常に戻ることが知られています」とか書いてね「その被害は最小限みたいです」みたいなね言葉でそれを聞いたんですよね、はい、えこうやって大に、はい、こうやって変えたのはねおかしいと思ってるからね、うん、えまあそうしたら、まあ、都度ね情報を更新したまでだみたいな感じでその謝るっていう行為いやね姿勢が全くないんですよね。 おかしいじゃないで誤情報と言っていたものが実は正しかったしで実際僕も、ね、接種始まった当時から産婦人科の先生方がですねやたら不正出血が多いんだっていうふうにおっしゃる方も何人も見てきましたけどその方々がいわばデマ扱いとんでも意思扱いされてきてしまったわけですよ、ね、厚労省が全く認めないからその方々が結局正しかったわけだしそういったね背景も考えて間違ってましたとこの 実はこういうリスクがあるということがね最近わかりましたので,で説明すればいいのにね,そうですねもうね新しい情報に、ね、変えただけです悪いと思ってない形で進、えー、んでるという。でではですね、えー、と本日の まあ、テーマに行きたいなと思うんですが、はい、これって闇対応を政府官僚の対応に感じること <laughs> ということなんですが、うん、まあね今の要は先ほどのお話にもありましたが、うん、まあねデマだと言ってたものがデマじゃなくなったのに謝る姿勢を見せる様子はなかった、うん、といったところが今 具体的にお話をお伺いしましまたが、その他でも何かこう質問していて返答の仕方であったりとか、えー、対応の仕方であるとか、うん、まあ腑に落ちなかったこととか、うん、他にも何かあれば教えていただきたいなとあ、はいまあ、基本的には私はやっぱり健康被害に関する質問が多いんですよ。はい、多分大臣もそこまでね調べてないと思うんでね分かんないと思うから、うん、大臣にねある意味チクルーみたいなね あの要素もあってて大臣実はここんなこと起きそうですねお伝えするって質問というよりはねそういう意味合いも僕の方にはあることは多々あるんですけれどもまあ一つお伝えしたのがねそこで令和5年の新型コロナの健康被害受けた方にまあ僕は分かりやすく賠償金って最近言っちゃってますけどま厳密には違うかもしれませんがね予防接種健康被害救済制度において新型コロナ 健康被害と認められたものは国がお金を医療費とかね、うんえー、死亡事例であれば死亡一時金ねこれまあ4,500万円ぐらいお金払うという仕組みがあるんですけどね、まあ、簡単に言うと賠償金みたいなもんだと言ってますけど僕はでこの令和5年の予算が、はいえー、3億6,000万円で最初組まれていたんですよね、うん、なんとその予算が足んなくなったわけですよね、はい、当然健康被害がとても膨大すぎたわけですね、うん それが、えー、397億円というね110倍に、うんはい、修正予算で直したということは調べてみたら分かりましたんでね、うん、まあそれをねちくりながら <laughs> おかしいでしょってだって <laughs> 想定のね100倍を超える健康被害がね、うん、出てるっていうことおかしいでしょっていうことをねお伝えしましたけれどもでそこでね 帰っててくるるのはいいつも定期的に開催されている審議会で専門家の会議審議会議議審で、うん、え重大な懸念は認められないとね専門家の先生が言ってるからね大丈夫だよとね藤江君ね心配してるようだけどもっと詳しい専門家の先生が重大な懸念はないと言ってるんだから大丈夫だよっていつもこれなんですね審議会が大丈夫と言ってるから大丈夫っていうね、うん、まあ、あるいは死亡の 認定数がね現時点で777人いるんですけどね、うん、国が認めているものだけで,、ねでね、何百人といると、うん、こういう数字も何度もお伝えしてきましたけどだけれども大臣はあの専門家のね審議会が、ね、重大な懸念はないと言ってるから大丈夫だとじゃ審議会について僕もツッコミ入れたくなるんでね、はい、審議会の、うん 委員の皆さんんっっってて会社かからららお金もいいるる方はいらっしゃるんじゃじないですか何名ぐらいいるんですか?」って聞いたらたき、うん、みたんにちゃんと答えてくれてね、はい、まあ14名中8名とおっしゃってたと思うんだけど過、はい、半数が「製薬会社からお金もらって審議してますと」<laughs> はい、ということを丁寧に答えてくれまして「はい、おかしいじゃないですか」とね <laughs> 大臣いつも審議会が審議会が。 で重大な懸念はないと言ってるじゃないですか、うんはい、でも審議会自体が重大な懸念じゃないですかと、うん、重大な懸念返しをしてみたんですけどね、はい、そしたら大臣はもうそれでも、ね、審議会を信じますと、はい、そういうことでねが合わない信じてやまない審議会なんですよ武見大臣が <laughs> そこを切り崩すのはなかなか難しいですういった た人たちが選ばれているんですか。うん、まあ名簿を見ると、うん、あの大学のね医学部の先生方が多いですよね。なるほど。えー、まあ医,医師免許を持ったね方々なんですよね。うん、基本的にはついあの昨日なんですけど、はい、薬害というテーマで質問してみたんですね。はい、記者会見の4日前に厚生労働省であるイベントセレモニーがあって、はい、それは全国の薬害さまざまなねあのコロナ以外のサリドマイドとかスモンとかね HIV 薬エイズとかいろんな薬害ありましたけどその被害者の全体の集まりがあって、はいえー、厚労省の中であったんですね、はい、でそこに武見大臣も来てでねまあ言うわけですよ、えー、これからね薬害がね起きないようにねあの一生懸命頑張りますみたいなことを言うわけだから質問でコロナのにね、うん、悲惨なね薬害、まあ、という言葉はあえて僕は言わなかったけれども、うん、悲惨な健康被害武見大臣がおっしゃったね悲惨な健康被害をねもう再び起こさないようにするって言っていたけど、うん、コロナの 777名今死亡認定されてますけど悲惨な健康被害に値するんじゃないですかどうですかって聞いたんですけれどもそこで僕はてっきりまた審議会があってね来るかと思ったんだけどそれはねおっしゃらないでまあそういったものにもねなんかね一貫して一貫してって言葉を僕はおかしかったと思ったけど一貫して対応してまいりますみたいな感じでとりあえず健康被害これまで数々のことを の健康被害を伝えてきたのをいつも審議会側で打ち消してきちゃうんですよ、うん、重要な懸念ないと、うん、で全く問題がないかのように言ってきたのに、はい、こういう健康被害に対してはね一貫してあの対応がね必要だと思ってるというのはだから否定しなかったんですねでもしかしたらだけれどもね、うん、これは分かりませんが4日前の全国の薬害の被害者と対面で会ってでそのセレモニー終わってから実は被害者の方がね 私たちもう見捨てられちゃったんですかね」みたいな言葉を大臣にね投げかけてただりあとコロナ後遺症の患者の方が大臣に直接ねまあ詰め寄るじゃないけれどもねもうすごく働けなくなっちゃうってね健康被害が出てねえもう戻らないっていうのもそうだし働けないから生活が苦しいんですという人がいっぱいいるんですそういうのを知ってください救済してくださいというようなことをねもう涙ながらに訴えたという。 シーンがあってその現場私も行っていたんですけどね、はい、もしかしたらそういう当事者の声を、ね、聞いたら重大ななななな懸念ははいってねね言えなくなりそうな気はしますよ、ね、なな死亡認定数の数字だけじゃなくて生の当事者の困ってる声をね,ね4日前に聞いた大臣は「重大な懸念はない」という言葉がもう使えなくなったんじゃないかというのをちょっと想像したという話さっきのメディアの報道では、ねうん、え変わってきたんじゃないかって話では。 ないけれども、うん、何か変化があったんであればねそれは、ね、いいなとは思いますけど一部の SNS 界隈ではね戦後最大の薬害被害だっていうの、ねえー、はい。個人的にはもう間違いなくそうだと思いますね,ね空前絶後の大薬害だと。 思いますが京都大学の名誉教授の、ね、福島正則先生が、ねうん、まあ,ある記者会見でおっしゃっていたのは、ねまあ、そんな薬害なんて、ね、表現はね、まあ、ぬるいと言っていたわけじゃないけど、うん、薬害なんていうものを超えたものだということであの人類の産科と本当薬害なんて、うん、もしかしたらね範疇を超えた大変なことが起きてるんじゃないかという期間は私もも持っているつもりです今の日本の人口減少のね、はい、理由もわからない理由で。うん うん、高齢化以上にどん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 人口が減ってるっていう、まあ、事実がもうありますし、はい、断定はできないけれども、うん、しててる私も思ってるんですそこはね本当に重大な懸念があるとは言えないとはもう言えないですよね、はい、もう数字的に。あの私藤江さんのね SNS の「ピン立てて」つけてる動画がすごい好きで最近は変わってるかもしれないですけど、はい、私が前見た時に、うん、あの子供たちへのメッセージ。うん 変えてません。変えないですかあれ,、ね、あれすごく好きで、はい、あの話をちょっともし子どもたちが動画を見てたらあ,、はいえー、あれはその動画っていうのは、まあ、2019年だったと思うんですけど、うん、中学校で、まあ、授業をする機会にね、はい、恵まれまして、えー、そこで語ったね一部45分ぐらいの授業の中の本当最後の部分なんですけれどもそこで言ったのはね今それ、うん そうですねコローナーが始まる前だったんだけども、うん、この精神が大事かなと今ちょっと振り返って思いましたけど、まあ、地域の課題を皆さんでね、はい、考えてグループディスカッションして、はい、でそこで、ね、発表してもらうというような、うん、そういう授業だったんですけれどもで僕は思うのはなんか無難な答えがねね、うん、多かったんですもっと突拍子もない答えが地域の問題っていうところでね上がってきてもよかったのに、うん、割とお気に入ったような皆さん発表されていたんでね。はい、皆さんもしかしかたらこういうい 人と変わっったた意見あったんだけど、うんうん、人と違ったら嫌だなってね、うん、バカにされちゃったりだなと思ってね我慢したりしたんじゃないのみたいな話をしてあそうじゃなくて、うんね、人と違うことが存在価値に僕はなると思ってるよだから誰かと合わせて誰かと比べてね、うんえー、いいとか悪いとか誰かに合わせようということではなくて、はい、あのみんな人それぞれ考え方違うし、うん、それぞれの個性あると思うから、うん、あのそれ大切にして生きてほしいねと。 い私のックスツイッターの、ねうん、トップに来てますけれども、うん、そうですねちょっと感慨深いのはそれが僕国会議員の秘書をやってる時の意見だったんですけれども実際独立をして、うん、えまさにもう自分がやりたいことを今やってるという独立した生き方をまさに今体現しているなと自分なりに、ね、ちょっと今思っちゃったんですけれども、うん、そうですね。 言っててねね伝えられるかななんて今理解って思いました、ね、これ大人にも全く同じことが言ると思っていて、うんね、みんなと同じみんなと一緒がいい、うんね、あの出る杭は打たれるから、はい、控えめにした方がいいというのが、まあ、国民性に近いものがあると思うんですけどそ,す、ね、それやっぱりこのコロナを長引かせたと思ってますよね言えば打った方がね。 えー、人も守れるんだというこれは明らかな間違いだったと思いますけれども、うんね、打った方が感染する、ねうん、そういう可能性数はあると私は思ってますけれどもね人に迷惑をかけないというのはねいい考えかもしれないけどあまりにも人がどう思うのかというところを気にしすぎて、ねうん、打ってないと、ね、わがままで、えー、自分勝手な人だと思われちゃうのは嫌だと思って打ちたくないけど、うん、打ったって人も結構いるんじゃないかと思うんですよねもうちょっとね。 あのわがまますぎてもいけないけどあのもうちょっとわがまま寄りでねそ大人たちもいいんじゃないかなと個人的には思います、ね、そのお考えがこの間の宮沢先生も、うん、あの若者たちにね伝えていたメッセージだったりとか京都大学の最終講演の時も<ー>京都大学の学生たちに、はい、京都大学らしさを忘れちゃいかんよとん個性を忘れちゃいかんとん変わったことをするのが京都大学でしょっていうお話をされていたお話とかとうもうやっぱり、ね、リンクするところが 今度2つををドッキングした動画をちょっっと作ってみようかなすごくいいメッセージ性だなと思っていて本当にね空気を読むっていうような、まあ、日本の風潮それもいいんですけれども、うん、やっぱり正しいことと間違っていることっていうのは情報を集めて精査するとやっぱ明らかになってくる事実があって、うん、まあその情報の取捨選択をして、うん、あの自分の意思をしっかりと提示していく っていうのは、うん、やっぱり自分を守るためにも大事な人を守るためにも特にこれからの時代は大事になってくると思うのでまさかあの私20 2019年の,その動画だったとその日時までは覚えてなかったので、うん、すごい素晴らしいメッセージだなと思ったので改めてまた子どもたちにそういったものをお伝えしていくような活動を、はい、ぜひやっていただければと思います。はいいますはい、本当は僕そういうい 私たちの教育に関することやりたいんですよ。あ、そうですか。ただ今ね、今もね、大変な状況がこういったものね、聞かせてから進化したいなと思ってますね。もね、子供が減ってしまってはもう教育もね、何もというところになってしまうので、引き続きまあ藤井さんのグラフも私たちとても参考にさせていただいておりますので、情報発信を今後ともよろしくお願いいたします。本日は藤井さんを招きしてお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。